はい、宮本です。ゴルフスイングはグリップの動かし方で全てが決まってしまいます。なかなかうまくいかない方はクラブヘッドの動かし方やスイング軌道の動きに意識がいってしまってグリップの動かし方がおろそかになってしまっています。グリップの動きに意識を置くと簡単に上手くなれます。それが私が提案しているグリップ操作理論です。今日はスライスを直す方法ですね、すぐに直す方法についてお話をしていきます。アマチュアゴルファーの多くはスライスで悩んでいる方は非常に多いですね。スライスになっちゃうと飛距離も出ないですし風にも弱いです。いいスコアを出すためには捕まったボールを打つ、これは必須項目になってきます。なのでやはりスライスをすぐ直していただきたいんですけれども、スライスっていうのは基本的にはいわゆるカット軌道、クラブを上から下に振る、でまたそういう人ってほとんどがアウトサイドインになったりするんですけれども、この上からクラブが入りすぎてるのが問題なんですね。でまた上からクラブが入りすぎてる人ってなぜアウトサイドインで上から入るのかっていうと、アウトサイドインで左に振り込んで右に曲がるボールを左に打ち出してコントロールしてなんとか真ん中に収めようとしてるんですよ。なのでスライス打つ人ってどうしてもやはりアウトサイドインはセットになります。右にボンボン打ち出してどこまでも曲がっちゃうような右のスライス打つんじゃなくて、一回左に飛ばしていけばなんとか真ん中戻ってくるよっていう調整をしてるってことなんですね。これも調整動作の一つです。なのでしっかりとインサイドのスイング、インサイドインで緩やかなアッパー軌道のスイングにしていくことによってドライバーのスライスは消えていきます。スライスの改善の仕方については実は以前詳しくこのグリップをどうやって動かしていけばいいかというところでお話をしておりますので、まだこちらの動画をご覧いただいてない方はぜひ先にこちらの動画をご覧ください。こちらの動画を見ていただいてメカニズムが分かってから今日の簡単に直すためのドリルっていうのをやっていただきたいと思います。それではスライスを簡単に直すための方法として、まずはフェースを30度ぐらいかぶせてしまいます。そして30度かぶせた状態でこれがまっすぐだと思って一度グリップをし直します。でそこからスクエアに戻すと、ここから打っていくだけなんですが、これでアウトサイドイン軌道のカット軌道で振ろうとするとご覧の通りものすごく左に出ていきましたよね。このフェースをかぶしてからまっすぐ握って戻すことをやってるとインサイドからちゃんとスイングができないとまっすぐ飛ばない構えなんですね。じゃあインサイドから入れてみます。まっすぐ飛びましたよね。と言って自分がどういう風に振ってるかってわからないじゃないですか。ただフェースを最初からかぶしてそれがまっすぐだと思い込んでまっすぐ握って見た目のフェースをまっすぐ戻してからスイングするとアウトサイドインで振ったら全部左に引っかかる。その中でもちゃんとインサイドから振れてればまっすぐ打てる。これで見えないスイング軌道をコントロールすることができるんですね。この練習はまっすぐ行ったらバッチリですっていうお話だけです。とっても簡単ですよね。この練習を繰り返しインサイドから振れるようになってくるとインサイドから振ろうとすれば緩やかにアッパー軌道にスイングするようになってきます。これがちょっとでも上からやカット軌道になってくると低く引っかかった球になってきやすいんですね。まずはこの練習でしっかりとまっすぐ打てるように練習をしてみてください。そしてその後に
フェースをスクエアに戻し、グリップもいつも通りに戻し、構えてちゃんとインサイドから振っていったら、このように自然とインサイドからスイングできるようになり、出玉の発射方向というのがアウトサイドインカット軌道の左からスライスじゃなくてまっすぐ、そして理想的なアッパー軌道になっていればドローボールになってきます。こうやってスイングって直していった方が簡単ですよね。というところで今日はあなたが簡単に感じれるドリルをご紹介しました。カット軌道は1日も早く直し、インサイドからスイングができるように練習をしてみてください。またこのレッスン動画をご覧いただけるという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。